はい、心理カウンセラーの南優太です。今日はですね、自己肯定感を本当の意味で高める方法についてお話ししたいと思います。まあ、よくね、自己肯定感を上げるには自分を大切にしましょうとかね、自分を大事にしましょうって言うんだけれども、なんかしっくり来ないって感じることはないでしょうか。で、こう言われた通りやってみても満たされる感じがしなくって、いつも元通りになってしまう。で、そんな風に感じている方に、今日はそのよくあるメカニズムですね、理由を解説します。そして、どういう風にすれば、もっと効果的に自己肯定感をね、アップさせることができるのかっていうことについてもお話ししていきます。でね、まず、この自己肯定感っていうものはそもそも優越感とは違うんですね。誰かより何かができるから私すごいとか偉いとか、そういう感情ではなくって、本当にね、うちにも子供、ちっちゃい子ね、2歳ぐらいの子供いますけど、お母さん大好きなんですよね。お母さん、カー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 って言ってね、甘えに行く。お母さんが、まあ、時々大変だけど、抱きしめてあげてね、よしよしてあげたり、一緒にこう、笑って遊んであげると。そういう風に中で、あ、自分はこのまんまで大事にされてるんだなっていう安心感と、人は、特にお母さんやお父さんっていう身近な養育者は、僕を大事にしてくれるんだ。私を大事に思ってくれてるんだっていう信頼感ですよね。この安心感と信頼感が土台にあるっていうのが自己肯定感っていうことなんで、誰かより自分がこう能力面で高くて勝ってるから偉いんだ、すごい存在なんだって思って、うぬぼれるとかね、優越感を持つっていうのは自己肯定感とはまた違う話だっていうことを先にお伝えしておきますね。で、この本当の意味での自己肯定感の方がこう下がる理由としてよくあるのはね、特に抑制型の AC って言って、こう感情を我慢しがちな AC の方々なんかは、やっぱり幼少期から自分の感情を否定されてきてる、無視されてきてるということがすごく多いです。そうすると、あ、自分の感情って大事にしてもらえないんだなっていうふうに思ってしまうわけですよね。そしたら次から人間関係の中で自分の気持ちを表現することが怖くなったりとかして、それから自分の感情ってね、子供は特に親に自分の感情をこうミラーリングって言って、泣いてる時に、あ、悲しかったね、痛かったねって言ってもらえることで、ああ、僕は悲しいんだ、この感覚は痛いんだっていうふうに学んでいくんですけど、そういうこう練習を何回も積み重ねて自分の感情というものが分かっていくのに、感情否定されたり無視されちゃうとその練習はできないので、自分の感情をこう大事にしましょうって言われても、そもそも自分の感情がこれでやってるのか分かんないみたいになっちゃうわけですよね。そしたら人間関係で自分の感情はどうですかとか、意見言ってくださいって言われても言えなくなっちゃってフリーズするみたいなこともよく起きてくるわけですよね。そしてもう一つはやっぱり感情を抑え込むことによって、で、こうストレスが溜まりやすくなりますよね。で、ストレスが溜まって、うつとか不安障害とかね、いろんなメンタルヘルスの問題が発生しやすくなると。それから、過度に自分を責めてしまう傾向が強くなるっていう人も多くって、そうするとやっぱり自己肯定感を自分で自尊心を傷つけちゃうみたいなことが起きるわけですよね。でですね、このメカニズム、この悪循環をもう少し深く理解するために、皆さんに防衛というものをご紹介します。防衛っていうのは、防衛規制というものなんですけど、要はこの僕たちが、この自分の感情をこう抑えたり、無視したり、遠ざけたり、感じないようにするための癖のことを、まあ、防衛規制っていうわけですよね。で、それは本当の感情をこう抑圧するので、ますます自分が感じていることがわかんなくなるというデメリットと、小さい頃はその防衛があったことで生き延びられたっていう、こう、まあメリットっていうか、まあそれがあなたを守ってくれていた面と両面持ってるんですよね。この理解がすごく大事で、で、その先ほど言ったその特に抑制型の AC の方が持つ、この人間関係で感情をこう言えない、抑え込みがち、そして自分を責めすぎるとか感情をこう抑圧しがちっていうのは、実はこの防衛によるところが大きいんですよね。なので、この防衛がいかにあなたの生活で普段の日常生活で自分の本当の感情と繋がれなくさせちゃってるかということを知れば、あ、この瞬間に私は自分の感情を抑圧してるんだなと。で、その時に、あ、じゃあ抑圧しなければ私は何を感じてるんだろうって問うことができるようになって、そしたら、あ、私って本当はこういうふうに感じてるんだって気づくことができて、感情をしっかりと感じる、認識するっていうことができるようになりますよね。そしたら、これ友達とかでも一緒ですね。ご友人やパートナーさんでも一緒で、相手が何を感じているかを正確に読み取れなければ、その人が求めていることが理解できないので、こちらはどんな風にサポートしていいかわかんないですよね。
相手がラーメンがいいのかうどんがいいのか分からなければ、どっちを作ったらいいか分からないのと一緒です。それと同じで、皆さんが本当の意味で感情をセルフケアしようと思ったら、自分は今ラーメン食べたいの？うどん食べたいの？それともご飯に梅干しのっけて食べたいの？みたいな感じで、自分が本当に今求めているものを知るっていうことがまず第一なわけですよね。ところがこの自分が本当に求めているものの、を知らせるのが本来の感情というものなんだけども、さっき言った通り抑制型の AC の人であればあるほど、この感情を普段感じないようにする癖を持ってらっしゃる。これが防衛ですよね。ここを知っておくことがセルフケアのために第一歩になるわけですよね。どうやって自分の本当の感情をごまかしてあったり、抑圧しちゃったりしてるんだろうか。で、それを知ったら、それを取ってみたら何があるんだろうってわかるっていう、こういう順番が大事なわけですよね。じゃあその防衛のね、具体例をいくつか今日はご紹介します。で、そのよくあるセリフ、それを使ってる時に皆さんが言いがちな言葉も紹介しますね。そして最後に、どうやったらセルフケアをね、上手にもっとできるかっていうこともお話しします。はい、じゃあ一つ目が合理化という防衛ですね。まあ正当化と言いますけども、例えば、親があなたに愛情を注がなかった。で、その理由を親も忙しかったからだっていう風に正当化します。そしたら、あなたが本当に感じている気持ちは、親にね、愛情を注いでもらえなくって本当は寂しかったんだとか、すごい怒りがあったんだとか、悲しかったっていう、この子供の頃に感じたリアルな、もう僕も子育てしてますから、子供の感情がいかにリアルで野生的かなっていうのはもう、目の当たりするわけですけど、あ、これをね、見ながら僕毎日思うんですよ。AC の方々、まあ僕もそうでしたけど、これをずっと抑え込むってね、よっぽどしんどいですね。だけどまあそれをやってきたわけですから、まあやっぱりそのトリック、無意識にトリックがあるわけですよね。トリックであなたを守ろうとするわけです。心の無意識の部分がね。その時によくあるセリフは、まあ親も忙しかったんだから仕方ないとか、まあ親だって仕事が大変だったんだろうとかね、まあストレスがあったんだよきっとみたいな感じで、相手のこの愛情を感じられないような言動を、きっとストレスがとか、親自身にも事情があってとか、忙しくってっていう風に正当化することによって、あなたが何を感じてたのかがスポットライト浴びれなくなるっていうことなんですよね。なので、この合理化を使ってしまうと、こう本当の感情を抑え込んで、本当の問題解決を遠ざけるっていうことがデメリットとしては大きいわけですね。で、二つ目が否認ですね。これは問題や感情の存在をそもそも認めない。否定してしまうという防衛ですね。例えば、過去にトラウマ体験をしていたとしても、自分自身が実際傷ついていたとしても、まあ、そんなことは起きていないとかね。もしくは自分は平気だっていうふうに言ってみたりとか、何も問題はないっていうふうに自分に言い聞かせたり、他人に言い聞かせようとしたりします。ただまあ、子供の頃には、やっぱりそれが必要だったっていう視点は、ぜひ皆さんには忘れないでいてほしい。ですけどね。防衛はあなたを守ってくれていた存在なのでね。で、三つ目が、知性化ですね。これは具体的に何か感情を感じているんだけれども、その感情を感じる、リアルに感じる代わりに、知性ですね。理屈で分析することで抑圧するっていう防衛ですね。例えば、あなたが例えば親に何かひどいこと言われたとか、なんか悲しくなるようなことされたと。で、それに対して怒りや悲しみを本当は感じてたとしますよね。でもその時に、親が感情を否定するのは、これはトラウマの世代関連差なんだ、とかね。研究やデータによると、こういう親はこういう傾向があるから僕にああいうことをしたんだと思います。みたいな感じで、論理的に分析するっていうことが起きます。で、皆さんこれ注意してみてほしいんですけど、今僕が言った言葉って全部意見なのわかりますかね？思考なのわかりますかね？親がこういうことをした理由を分析しているんですよ。だけど、問題なのは、あなたが一番セルフケアするときに見ないといけないことは、親がそういうことをした理由を分析することよりも、親がそういうことをして、私は何を感じて育ったのかっていう、ここなんですよね。この感情をしっかりと意識するためには、もし頭で考えた理屈で蓋しなければ、お父さんお母さんにそんなこと言われて何を感じたのって自分に言ってあげましょう。そうすると、だんだん感情が分かってきますね。で次、抑圧ですね。これ、ちっちゃい時の記憶がないっていう方多いですよね。これ、抑圧が起きてるわけですね。要は、不快な感情、受け入れがたい感情や辛かった記憶を、無意識に押し込めるという防衛で、まあ、覚えてませんとかね、そういうことについては、あまり考えたくないなとかね、いうふうに、こう、その話題であったりとかを避けるっていうことも起きてきますよね、抑圧はね。
そうすると抑え込んだ感情が別の形で問題を引き起こす。例えば、しんどい、辛い、悲しいという気持ちを抑圧して、ると、体が悲鳴を上げ始めて、体に症状が出る人って多いわけですよね。だからやっぱり抑圧するってことは本当の自分の心の叫びすら聞かないふりしちゃうっていうことになるので、やっぱりね、無理だと、限界も変えるってことが多いわけですよね。だからこれ何度も言いますけど、防衛は悪者ではなくて、あなたは守ろうとしてくれた存在なので、決して悪者扱いだけはしないであげてほしいなと思いますね。そして次、これはね、聞いたことない方も多いかもしれません。攻撃者との同一化っていうんですね。 Identification with the aggressor みたいな感じで言うんですけど、英語ではね、要は自分を傷つけた人と同じ行動や態度を取ることで自分を守ろうとするということですね。これ例えば何かひどいことをされた時に、例えば親に何かひどいことをされたとしますよね。虐待されたとしましょうか。親に虐待されました。そしたら、私が悪かった。わかりますか？親はお前が悪かったんだろうって言ってきてるわけです。例えばね。そしたら、私が悪かったって自分に言うわけです。これ親にされたのと同じことをあなたが自分にやってるわけですよね。そしたら、本当は親に虐待されて、お前が悪いって言われてなんでやねんっていう怒りが湧いてたとしても、もしくは悲しいっていうことが感じてたとしても、この気持ちを親に出すことの方が危険だった場合、親の行動を真似るんですね。で、本当の感情を抑圧しにかかるということが起きると。つまり、この攻撃者との統一か、自分に攻撃を加えてきた相手と、のやり方をコピーして自分自身のことを扱うっていうやり方は、その人との関係の中でもうそれ以上危険な目に遭わないようにするために必要だったっていうことが多いんですよね。ただまあ、これは強くならないとダメだっていうふうにね、言われてきた人は自分の弱さを否定するように強くなれって言っちゃうし、努力が足りない奴を愛さないぞっていうタイトルで育てられた人は、もっと頑張らないと愛されないぞって自分にことをこう脅すようになったりして、後々ね、人の評価が過剰に気になっちゃったりとか、自尊心が極端に低いとか、いろんな問題が出てくるようになりますね。で、それから他人にね、同じことしちゃうっていう側に回る人もいるんですよ。被害者じゃなくて私は加害者側だと、無力な方じゃなくて自分は力を持ってる側なんだっていう風に自分を納得させようとするっていうことです。よくあるのが、スパルタで育てられた、虐待されて殴られて殴り蹴られて育てられた人が、それを愛の無知だっていう風に正当化して、自分も自分の子供や、ね、生徒に同じことをしようとする人っていうのは、あれは攻撃者との同一化で説明されることがよくありますね。で、最後、今日ご紹介する防衛は、他にもいくつかあるんですけどね、無視するっていうやつですね。これは、まあ、不快な感情、受け入れがたい感情や辛い問題を無視して対処しない、ほっとくってことですよね。で、例えば、まあ、こんなこと気にしてられないとか、まあ、見なかったことにしようとかね、無視すればそのうち消える。みたいな、気にせんかったらええねんみたいな感じで、あなたは自分の普段の感情を無視しちゃってないでしょうか。で、これやっぱりね、問題が解決されないでそのまま長引く。で、これも実はね、攻撃者との同一化なことがあります。まあ、必ずしもそうとは言えないんですけど、つまり自分の感情を無視されてきた人は、その感情を感じるでも辛いだけだったわけですよね。悲しいとか腹立つとか寂しいとか言ったって、怖いって言ったって親は助けてくれない。全く無視されちゃう。そしたら、辛いとかね、悲しいとか言ったって、その感情親は取り合ってくれないわけですから、だんだん自分に対して無関心になっていく方が、その場では適応的だったと。その場で生き延びることができたっていうことですね。はい。でね、今、ご紹介してきた、この防衛っていうのがね、いかに、あなた自身の本当の気持ちから意識がそれていっちゃったり、あなた自身のことを自分で傷つけちゃったり、本当の感情を無視するようなね、いうふうに働いちゃってるかっていうことをご紹介してきました。同時に、子供時代これがないと生き延びられなかったっていうことも加えて、防衛は悪者じゃないよっていうことも加えてお話ししてきましたね。で、最後、じゃあどうやったらセルフケア向上のために何ができるかっていうね、そこをお話ししますけれども、やっぱり一つは、この防衛に気づくっていうことですね。今日挙げてきた例だけでもいろんなセリフがあったと思います。で、その中にはあなたが普段口にしがちなことがあったと思うんですよね。で、それにまず気づくっていうことが大事です。今日最初にお伝えした、この感情を感じないようにする癖があって、その下に感情があって、その下にラーメンがいいのか、うどんがいいのか、ね、梅干しご飯がいいのかっていうニーズがあるっていうことです。なので、セルフケアはここを手当てすることですから、その前でこう鍵をかけてる部分、癖に気づかないと、なかなかここに行けないわけですよね。
さっきの合理化の防衛なんか、もしくは否認の防衛なんか思い出していただいたらわかると思うんですけど、本当に自分が感じている気持ちじゃないとセルフケアにならないのに、それに意識を向けようとすると、相手にも事情があったっていう風に意識がそれるわけですし、何も感じてない、何も問題がないって言っちゃうので、ここに行けないってことが起きちゃうんですよね。だからまずここに気づきましょうと。防衛に気づきましょうっていうことが大事です。で、その次が、やっと感情を見つめる、認める、受け入れるっていうステップが来るわけですよね。で、自分の感情を見つけるときには、やっぱりこうね、怒りなのか、悲しみなのか、寂しかったのか、怖かったのか、ね、愛してたのになんか届かなくてすごく辛かったのかとか、その辺の感情をよく見てあげるといいですよね。まあ、日記書いたりとかね、瞑想したりする人もいますね。まあ、そういうふうにこう、深呼吸して、自分の体の内側に意識を持っていくっていう、この自己観察力を育むっていうことがすごく大事になってきます。そして、まあ、ここまで聞いてもね、やっぱりその、自分の感情を見るの怖いとか、なんか感情にこう、意識を向けていくみたいな方法はなんか合わないとかね、まあ、いろいろ意見が出てくるかもしれませんね。で、その場合は実はあなたが無意識に、この防衛によって助けられていることが多いっていうふうに今も思っているからかもしれません。つまり、防衛っていうのはあなたを守るために作られた癖なので、まあ、プラス面が多かったから昔採用したわけですね。で、子供自体はそれで生き延びた。あなたを助けてくれた。そして、あなたの性格面の長所の一部になっている場合もあります。で、例えば知性化っていう考えで蓋をする人は頭が、の回転が早いことも多いわけですよね。だから知性化の全部を否定されると、なんか自分の全部否定されたみたいに感じる人も多いですね。これ僕も昔そうでした。なので、この防衛を手放すときには、手放す前に、防衛のプラス面、あなたを助けてくれていた面と、マイナス面、あなたを今困らせている面を、冷静に客観的に分析して比べるっていうことが大事です。で、これをしっかりやったら、こうね、人によっては、あ、今防衛必要だから、テラピーやめとこうかってなる人もいるんですけど、まあ多くの方は、あ、そっか、よく見てみたら、短期的にこの防衛は私の役に立ってくれてるけれど、長い目で見たら、このまま行くとすごい大変なことになるぞとかね、問題解決しないんだとかね、自分がどんどん苦しんでるんだなっていうことが見えてくる。自分を守るはずの鎧が窒息するぐらいきつ窮屈になってきてるってことです。そのことに気づけないときは、まず気づく。気づいている人は今日言ったみたいに防衛を手放して、この下の感情に目を向けてあげる。っていう、そういう順番でやるというわけですよね。だから、防衛を手放すよりも、今防衛を切ってた方が安全じゃないかと思っている方は、よーくプラス面とマイナス面を比べて、あ、マイナスの大きいなって、その人自身が納得できたら、自分からその鎧を脱いでみようかってなって、で、そうなってきたら、鎧をちょっと脱いでみるっていう、鎧をどういうふうに着てるだろうって気づいて脱いでみるっていうステップが来て、で、そして脱いだら感情が湧いてくるという、こういう順番を意識してみるといいですね。はい。そして最後、感情に対する不安に気づきましょうということですね。これはリー・マッカローっていうハーバード大学でしたかね。博士が心理療法家なんですけど、感情恐怖症、アフェクトフォビアっていう概念を提唱していて、人は自分の感情に対して、その雲とか蛇とか外側のものに対して高所恐怖症とかね、恐怖症になることもあるけれど、実は人は自分の内面の感情に対しても恐怖症になり得るんだっていう視点を言っている人なんですよね。で、ここで今日僕がご紹介してきたことも一緒で、やっぱり長年ね、辛い思いをして育ってきた人、やっぱりそれ相応の本当に大きな感情を抱えてます。で、その感情が意識に上ることに対して通常不安になることが多いんですよね。で、不安になると呼吸のペースが速くなったりとか、肩が緊張して上がったりとか、手足を無意識に握りしめていたりとか、顎が緊張して歯ぎしりがね、止まんなくてとかね、頭痛がしてきたりとか、お腹の調子崩れたりとか、いろんな形でこう体に症状が出ます。で、僕が今言ったような症状は典型的な不安のサインです。で、この症状が出たら、実は僕たちがこの本当の感情に意識が向き始めて気づき始めている証拠です。本当の感情を感じそうになると、代わりに不安が出てくるんです。で、この不安はずっと感じているとしんどいから、さっき言ったみたいな防衛を使って、この不安と感情を抑圧するっていうのが、この防衛の本来の役割なので、もしかしたらこうやったような不安の症状が出てくる方もいるかもしれませんね。で、その場合は、ゆっくり深呼吸してみたりとか、あ、今不安になってるんだって認識するだけでも不安がちょっと下がったりすると。そして、不安でカバーしなければ、もしくはこの不安の下に埋もれてる感情があるとしたら、怒り、悲しみ、恐怖みたいな感じで自分に聞いてあげると不安の下に埋もれてた感情が出てきてくれるようになるので、
よくあるのは、虐待した、新たにひどいことを言ったお父さんの方を見てみてくださいと。イメージはこう、ね、皆さんとするわけです、セッションで。何を感じますかって言った時に、緊張します。もしくは、怒りを感じます。ああ、じゃあ怒りをそういう体のどこで感じますかって聞くんですけど、よくね、体で感じることが大事なので。そしたら、この辺が緊張しますって言うんですよね。で、あのね、緊張は不安なんですよね。怒りそのものではなくて。なので、怒りっていうのは腹渡が煮えくり返るとか、頭に血が昇るとかね、そういう感覚なことが多いですから、緊張っていうのは不安ですと。このお父さんへの怒りを感じそうになると、この怒りに対して怖くなる。怒りを出したらどうなるんだろうって不安になる。この不安と怒りを区別することが大事です。なので、不安が来たら、この不安の下に埋もれてる私の本当の感情は何？って自分に聞いてあげましょう。そしたら、怒りです。お父さんに殴られてめっちゃ腹立ちましたって言って、怒りが本当の感情が目覚める。本当の感情に目覚めると、本当のあなたが目を覚まします。で、本当のあなたは、すごいエネルギーを持ってます。人生を前向きに生きていくエネルギーを持っていて、自分を大事にするエネルギーを持ってて、自分を攻撃してきたり、大事にしない人に対して、毅然と立ち向かう力を持ってます。誰かに依存しなくても、自分の足で立つ力を本当はみんな持ってるんですよね。で、これを抑圧せざるを得なかったから、それを解放するのが、それをお手伝いするのが、僕みたいなセラピストの仕事かなと思っています。はい、ということでね、今日は、感情セルフケアということで、AC、抑制型の AC の方のためにね、自己肯定感をどう育んでいけるかということについてお話ししました。感情はセラピーの王道です。自分の感情につながることは、自分が自分を大切にするということであり、それは自己肯定感に直結するので、ぜひ今日のね、お話した内容を試してみてください。では、今日もありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。概要欄のリンク先から公式 LINE や無料メルマガへご登録いただきますので、ぜひそちらもご覧ください。